私は韓国人だけど日本人を国葬するために日本に来ました。日本の社会がこんなに病んでるのか。このままでいいか、これでいいか、大丈夫か。誰かがしなければならない、誰かが出なきゃいけない。大丈夫、あ、はい、大丈夫、はいはい、日本人から犯罪されて、はい、韓国人で、韓国の距離、はい、本当にひどいことやられて自殺までしたんですよ、うちの親と私が。何を名誉毀損とか希望受賞、私がやったことないことを、あの日本人、登録者日本人200万人の日本人が報道したんですよ、うん、嘘を信じて、うん、であれが嘘なのがもう今は、うん、今更明らかになったけど相手は逃げました。1年半ヶ月間何の罪もない韓国人である俺をしつこくいじめてる日本人見たら、同じ日本人としてどう思いますか？本当にクズだと思いませんか？なんか私が皆さんに悪いことしたことあるんですか？私何の罪もなかったんです。何も悪いことしたことないです。何の理由もなくて、ただ私が日本人からスパチャーもらうことに嫉妬感感じて、他の親日 YouTuber の中で一人が私のチャンネルを潰そうと思って、ああ日本人と私を仲違いさせて、偽物情報を流して名誉毀損して、いやー、一体何年ぶりなの貴様。つよお前。本性を知ったからだから。うん。お前嘘ついてるね。2週間、3週間前。うん。私がアンチに謝罪してたから来なくなっちゃったけど。さよなら？お前。うん。お前の家族とお前は地震で、早くのことを祈ってます。早く死んで。うん。家族とお前は、うん。世の中で地震で、台風で、欲しい、うん、日本に大地震が来たらあなたの名前出せてお祝いする動画は私が作ります。本当にください。いらないです、うん、私に傷つける、悪質な人間は私も傷つけます、私が傷つけたことに比べたら何もないです、うん、本当にトラックにぶつかってほしい。どうせ私が3週間前から私のアンチに謝罪のライブしてたからスパチャもしない。メンバーシップも解除。もういらない。いらない。最初からいらない。私が傷つけたから私も傷つけます。私みたいな優しい人間は神様が守ってあげます。50代、60代、ブスで、クソ、太ったクソ、クソババだから彼氏もない、彼もない。わあ、すごいすごい負け犬。クリスマスのイブなのに、私の YouTube チャンネル見ながら、お？チソン君かな？チソン君？おぉ、かっこいい。一人エッチでもしようかな？ああ、ヤギ！ああ、こんな感じでしょ？はぁ。